はい、ということで今回は東京都西多摩郡日野原村和馬にございます皆さんよくご存知の九頭龍神社さんに来ておりますということで、やはりね、定期的にこの九頭龍神社さんの動画はお届けすべきかなということで、またね、三度四度でしょうか、九頭龍神社さんに参拝に上がってまいりましたので、必ず最後までご覧になってくださいということで、こちらご祭神は九頭龍の狼と天の田力尾の御事でございます。はい、ということでね、この動画の後半、まあ半分以上ですね、こちらは九頭龍の滝の映像になります。そして今回はもうご視聴者の皆様方の願いご祈願がとにかく何よりも一番ということで、私こういうことすることほぼほぼないんですが、今回は11分11秒に揃えております。はい、ということでまずは手をお清めください。はい、お清めいただけましたでしょうか。私の動画ではね、動画説明欄、概要欄の方にこちら九頭龍神社さんの Google マップの地図、こちら貼っておりますんでね、ぜひぜひそちらも確認いただきまして、あとはおすすめ動画を4本ぐらい載せておりますので、おすすめ動画の経路地図と合わせて皆様の参拝の参考ルートの、ね、参考にしていただければと思います。今回ね、私の動画初めてご覧になった皆様ありがとうございます。そしていつもご覧になっている皆様ありがとうございます。先ほども申しましたが、私の動画では下に Google マップの URL 貼っておりますんでね、ぜひご覧になってください。あとね、おすすめ動画関連動画ありますんで、1本ぐらいね見ていただければと思います。また地域別のね、再生リストございます。あと5歳人別の再生リストもありますので、そちらもぜひ終わった後ねご覧になっていただければと思います。また、あとね、タイトルの下のシャープみたいなやつ、また忘れちゃいました。はい、あそこの東京都神社見ていただきますと、東京都のね、私の以前の過去の動画、公開した動画もありますので、ぜひそちらもご覧になってください。ということで、この九頭龍神社さん、創建はね、よくわかっておりませんが、まあ、室町時代かなということだとね、思われます。今、宮司さんされているお家、これが小野家ということで、おそらく小野家というぐらいなんでね、小野の小町とか、小野の豆腐、これは三筆ですね、書の、日本史上最高の方なんですが、そういった方を出した小野家、まあ、小野の小町も言いますね、そういった小野家の子孫ではないかなと、思います。武蔵七島と言われるね、旧武蔵の国ですから、東京とか埼玉とか神奈川も入るんですかね、一部ね、そういった辺りにね、広く支配していた小野一族のご子孫だと思われます。そして、今回ね、私知ったんですが、この九頭龍神社さんといいますか、この九頭龍と言ったらいいかな、九頭龍大明神というのは、大和の国の越智氏、これはね、応仁の乱っていう本が何年か前に中高新書で流行りましたが、その中に出てくる越智氏ですね、その越智氏もね、この九頭龍大明神をお祭りしていたそうでございます。はい、ということで、あとこの九頭龍大明神はね、南朝型、北朝、南朝、南北朝時代ありましたが、その南朝型の守護神でもあったということでございます。ということで、あっという間ですが、ご祭神では九頭龍狼です。どうぞご参拝ください。
はい、ご参拝いただけましたでしょうか。一気に飛んでまいりました九頭竜の滝に向かいます。あとね、少ししたらもう私は喋りません、11分11秒まで、ございますので、ぜひね、この九頭竜の滝、これをね、皆様それぞれの楽しみ方、時間の過ごし方で過ごしていただければと思います。一応これ私のとしては皆様のご祈願がね、何よりも一番ということで、一番最初に叶うようにという思いで一揃いしました。はい、ということでね、今回は九頭竜大神様いらっしゃいます、九頭竜神社さんでございました。私の動画は毎日18時30分にね、新しい動画を公開しております。全国いろいろなところ行っておりますのでね、楽しみにしていただければと思います。ということで今回初めてご覧になった皆様、ぜひね、チャンネル登録いただいて、いいねボタンもぜひ押していただければと思います。はい。ということで、もう少しでね、降りて、一旦私静止したように見せかけながらもっと滝に近づきます。で、その後にね、切り替わって今奥に見えてる滝上の方ね、あっちの方、右手の方にもね、移動します。そして、滝、しばらく、その映像で終わりにしたいと思います。はい、これね、橋渡るようにアプリして真ん中に行って、そこから映しております。で、左の方からね、滝の方に近づいていって、一旦止まったかに見えてまた近づいて、それで終わります。ということで、皆様、それぞれのね、過ごし方でこの滝の映像をご覧になっていただいて、まあ、九頭竜大神様にお祈願するもよし、この暑い夏、ここで涼んでいただけてもよしだと思っております。あと、言い忘れておりました。例年ね、この九頭竜神社さんでは、9月の第2日曜日に、午前10時から夕方まで、例祭をしているようでございます。私が忘れなければ、こちらのホームページも URL 貼っておきますので、ぜひご覧になって、この9月第2週、行かれるか行かれないか、近くの方は、考えてみてください。それではどうぞ、皆様のお時間をお過ごしください。